絶対に叶えたいなら叶います。お金に愛される時間はい、皆さんこんにちは、タカです。あなたは叶えたい願いはありますでしょうか。あなたが絶対に叶えたい願いは叶います。願いが叶うか叶わないかの瀬戸際は、実は脳の中で叶わないで諦めるというのと、何が何でも叶えるというせめぎ合いをしています。そこで今回は絶対に願いを叶える方法について解説していきます。この動画を見るとなぜ絶対に願いを叶えるのかがわかります。ぜひ最後まで見ていってください。このチャンネルでは全ての人が幸せな人生を笑顔で過ごすために、お金に愛される願望実現のお話をしています。ぜひチャンネル登録や高評価、コメントをお待ちしています。また個別LINE相談も実施しているので、ぜひ概要欄もチェックしてみてください。では早速いきましょう。叶えたいことの期日が迫ると脳は期日に間に合わせようとするから、ネガティブを発動して叶う道を見せようとしてくれます。でもその時に脳内から出ている脳内物質は同じなんです。だから諦めても達成感が出てしまいます。どちらに軍配が上がるかで頑張っているところなので、絶対に叶えたいと思ったら叶う道が見えてきます。たとえ諦めるとなっても同じ脳内物質が出てきますので、そこで気分が良くなっちゃうんですね。でももう一回やらなきゃという思いでしんどくなる感じになっていきます。そこで絶対に叶えたいという本気度を測ったらいいんです。叶っていない場合はすぐにオーダーし直したらいいです。絶対に叶えたいからいつまでにとすぐに願いをオーダーしたらいいです。だけどずっとできないかもと思ってしまうと、できない方が叶ってしまいます。脳は必死で間に合わせる方向性を見せてくれますので、だから何が何でもこの期日までにと思った方がいいです。くじけそうになることが一日に何回も来るかもしれませんが大丈夫です。叶うことしかネガティブは感じません。今回はこれで終わりにしたいと思います。これからもお金に愛される願望実現のお話をしていきますので、ぜひチャンネル登録や高評価、コメントをお待ちしています。また概要欄の LINE からでも個別相談を実施しているので、そちらもお気軽にご利用ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。